福島県郡山市にあります全山本整骨院の山本本と申します、えー、本日は、えー、炭水化物の摂りすぎですねについての,あの危険についてお話ししたいと思います三、えー、大栄養素として、えー、炭水化物と、えー、脂質と、えー、タンパク質とありますね、えー、炭水化物が、えー、1g で 4kcal ロロですね、えー、タンパク質も 1g4kcal 脂質が 1g で9キロカロリーですね一番多くなっておりますなので、えー、同じグラム数を取った時に一番カロリーとして多いのは脂質になります、えー、ただ、えーとですね、炭水化物なんですけども炭水化物というのは、えーこうまあ、あの一説では中毒性があるなんていうふうに言われております、えー、炭水化物を取ることであのホルモンですねドーパミンという,こう気持ちよさを感じるホルモンが出ると言われていまして えー、再現なく食べ過ぎてしまううという中毒性のようななももののがあるとも言われていますなので、あのー、例えば、えー、ご飯ですとかあとはパン麺類あとは砂糖ですねそういったものというのは、えー、注意して取る必要があるかなというふうに思いますのでこの辺のことをしっかりこう理解した上で、えー、食べるものを選んでいくというのがダイエットに欠かせないかなと思います。 えー、本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。